はい、皆さん、こんにちは。おはようございます。ポジャと申します。今回はね、このね、アンリに乗っていきたいと思います。今結構話題になってますよね。今っていうか、まあ、アップデ後、すごく話題になってました。全裸アンリと言われるものですね。はい、全裸アンリとは何かというのを解説しつつ、乗るには何を気をつけて乗ればいいのかっていうのをね、皆さんにお伝えできればなと思います。このチャンネルではこのようにゲームの解説を行っております。どうせやるならね、強く楽しくやろうということをモットーにやっておりますので、もしよければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。それでは解説していきましょう。まず全裸アンリとは何かってことなんですけど、めちゃくちゃ隠蔽の悪い代わりに火力が上がってるアンリのことを、総称して全裸アンリと呼んでいることが多いです。ここに海面発見距離が書いてありますが、 20.3 キロですね。これ何もしなくても20.3キロですね。はい、そういうアンリになっております。なんでこんなことになっているかというとですね、まあいろいろにあるんですけど、簡単に言うと、このような火力を上げるスキルにデメリットとして非発見距離がのあのデバフされるっていうね、ナーフされるっていう効果がありますと。でこれがね、アンリ結構あるんですよ、いっぱい。そもそも特殊アップグレードもそういう機能だったりするので、やったらいっそのことも見つかってしまえばいいんじゃないかっていう風に振り切れたものですね。その結果火力が上がっております。具体的に見ていきますね。まず、こちらの特殊アップグレードによって海面発見距離が 10% 悪くなっております。ここのね、隠蔽なんですけど、本来皆さん、てか多くの方は隠蔽改良システム改良をつけると思うんですね。なので 10% 良くなるところをこれを取らずに 10% 悪くしてるんで、まあ、実質 20% 悪くなってるようなものですね。はい、その代わり射程が伸びて装填時間が 12% ということですね。そして次に、こちらのこれですね、体重級方針っていうんですか、最上級方針っていうんですか、どっちですかね、わかんないんですけど。はい、これによって、あ、これはあれ、発見が悪くなってるわけじゃないんですけど、あ、ごめんなさい、こっちから説明しますね。重榴弾反鉄鋼弾っていう攻撃スクリューがありますと。これは何かというと、そもそもの HE 弾のダメージを上げてくれるものですね。これ分かりづらいから、ちょっと一回再分配して。はい。これですね。ここ HE 弾の最大ダメージ見てほしいんですけど、340上がってますよね。で、代わりに、被発見が悪くなると。いう感じですと。はい。これなんか取り忘れてる、これ。あ、これか。で、で、ここに最上級報酬っていうのが加わって、照準発見距離内に敵が発見された後に、地方装填速度の向上ということでね。なので、アンリ君の場合は 20.3 キロ以内に敵が表示された後、向上するということでね、装填時間が。はい。で、アドレナリンと、アドレナリンがあって、という形で火力を上げております。これによって、装填時間が 10.1 秒なんですけど、これに多分 8% のバフが入るんで、多分9秒台。で、アドレナリンが入れば8秒台になっていくって感じですね。もともと、いくつでしたっけ？もともと、多分アップグレードの、こっちとこっちですね。これによって、12% 減。で、こっちによって 12% 減。計24、な、これ、ね、パーセンテージを足し算するのはちょっとナンセンスなんですけど、まあ、便宜上 20% ぐらいは、早くなってるので、まあ、12秒ちょっとあったと思うんですけど、それが、8秒台まで短縮されるっていう形ですね。このようにして火力が上がっている感じです。で、他のスキルとしましては、アンリ君、その、めちゃくちゃ、機動性が重いというのがありますね。エンジンブーストじゃない状態で。でこのエンジンブーストじゃない状態を短くするために、この、こっちか、特殊アップグレードの、動作時間を伸ばすやつを使ってみたり、こちらの、消耗品強化でエンジンブーストの時間を伸ばしてみたりすることによって、この、重いという問題を解決しております。この257秒なんで、まあ、大体4分半ぐらいエンジンブーストがつくんで、4分半の間戦って準備時間でちょっと、クールタイムって感じですね。はい。いやー、噛み合ってますね、いろんなものが。はい。このような形のアンリのことを全裸アンリと言っています。で、コツなんですけど、
皆さんが乗る上で、まあ、コツなんですけど、このアンリは、コツとしてはね、いろんな船に適材適所なれる。あ、ごめんなさい。特徴としては、いろんな船に適材適所なれるんですよ。隠蔽という、ロゴス内でかなり重要な数値を投げ捨てることによって、ウースターにもなれるし、デモインにもなれるし、ヒンデンにもなれるっていうような感じ、形ですね。で、ここでウースターとデモインと、ヒンデンの強みをざっと紹介するんですけど、ウースターの強みは、そんなに艦の耐久性は高くないんだけど、DPM、ダメージをたくさんに出せるっていう特徴を持ってますね。なので、でも艦の、艦がそんなに硬くないので、で、弾道が高いっていうのがあるので、島原で、その相手に見えないところからペチペチ撃ち続けるっていうのがアンリの、ウースターの強さです。で、次に、ヒンデンの強さっていうのは、引き打ちを、艦が硬いっていうのと、まあ、それなりにダメージが出るっていうのがあります。なので、オープンスペース、めちゃくちゃ広い海、相手でも見つかってるけど、耐えながら、引きながら、ダメージを出していくっていうような動きが、ヒンデンの動きですね。で、最後、デモインは、島裏から、ちょこっと相手の横に顔を出して、AP ぶち込んで、倒すみたいな、そういう動きですね。で、これ全部できるんですよ、一応、アンリは。一応ね。ただ、問題は隠蔽が悪いんで、そこだけ気をつけなきゃいけないんですけど、その代わり、すべていろんなことができて、かつ、足が速いんで、外周駆け上がることもできるということで、理論上、どんな動きもできるんです、巡洋艦として。理論上ね。あと、隠蔽が悪いんで、隠蔽が悪いという最大の、ウォースで最大、一番強い頃、隠蔽というステータスを失ってるんで、そこだけ気をつけなきゃいけない。使い勝手は良くないんですが、使い勝手は良くない隠蔽を投げ捨てたことによって、使い勝手が良くない代わりに、あらゆる巡洋の動きができるというようなことが強みとなっています。DPM が高くなってるからね。はい。ということで、行ってみたいと思います。はい。他のビルドを参考までにお伝えしておきますが、こんな感じです。迷彩はどうでもいいですね。はい。旗はこんな感じでつけてます。あと、はい。防御砲火もかけてます。それでは、ランダム戦行ってみましょう。マッチするまで、カット！マッチしましたので、見ていきたいと思います。空母がいてもよかったんですけど、空母がいない戦場ですね。北極と、ここと、いう感じですね。このマップのアンリだったら、てかまあ、いろいろできるんで、何をするかっていうのをすごく、選ばなきゃいけないですね。はい。こちらのスポーンですか。選択肢としては、もしこっちだったら、ヒンデンのような動きを後ろでするのかなって感じですね。こっちだったら、この島とかうまく使ってウースターっぽい動きをするか、この島をうまく使うかなんですけど、この島を使ってこの辺にいるとこっちから見つかったりするので、あんまりよろしくないので、この辺とりあえず外周に行って、ちょっと様子を見てみますかね。ということで、すごいですね。20.3 キロということでね。はい。なかなか。もうこの辺から引き打ちにしとかないと危ないですね。はい、見つかりましたね。一応引き打ちの姿勢にしときますか。ベネチアが外周に行ってくれる、行くようなので、引き打ち、ここでヒンデンのような動きをちょっとしてみたいと思います。弾はちゃんと避けまして。ヒンデンのように硬さはまあなくはないんですけど、まあさすがにそのなんかね、腹見せたらぶち抜かれるとか、ぶち抜かれることはあって、なので、この子は速さで避けることによって、こう硬さを出していく感じですね。当たらなければ。回避が最大の防御ですね。1も減らないから。こうやってバコバコ撃たれるんですけど、避けていく感じですね。もし避けるのが苦しくなってきたら、エンジンブーストを使って、みたいな感じです。あ、デモインの動きできるとか、ウースターの動きできると言いましたけど、レーダーはさすがにないので、レーダーを使った動きはできないです。うん、なんかポコポコ弾飛んできますが、これはまあ避けていく。
マイノーターに見られてたようですね。さあ、他はまた見られましたが、何に見られたんでしょうか。あのヤマト撃てるといいんだけどな。今の敷島の音ですよ。かっこいいですね。ヤマト撃っていきましょう。ヤマトから攻撃は避けていきます。エンジンブースト使って避けていきますかね。あ、避けれなかった。すごいですねこれ。装填ブースト使ってないんですが、かなり速いスピードで撃ててますね。弾当たってないな、こっちも。あ、火つきましたね。月島からの攻撃ってますね。慣れない方は敵の接近警報をつけた方がいいかもしれないですね。お、火ついた。あ、これぴったりだな。危ない。なるべく艦は横を向けないように気をつけましょう。これで抜かれても何もいなかった。でですね、こちらサイド、そんなに入ってこないので、美味しくないので、あれ狙いましょうか。一応、艦艇のスピードはあるので、こうやって展開しやすいのもこの子の強みですね。ダメだな、見えないな。吉野の隠蔽がよろしい。さあ、春雲来てますけど、デモインになんとかしてもらう感じで。あれ以上来たらね。マイノーターもいますね。ベネチアに集中してるんで、ここで反転しましょう。こう近づいてしまえば見え関係ないですからね。マイノーターはレーダーじゃなくてスモークのようですね。で、これで常時 8% 良くなってる感じです。ちょっとなんか手前に弾落ちてるから、もうちょっと奥狙ってみますかね。で、アドレナリンも効いて、なかなかな速度で削っていってると思います。で、これがなんかヒンデンみたいな動きですね。ヒンデンみたいな動きに足の速さが加わったんで、なんか単純に強いかもしれないですね。本当はね、マイノーター撃ちたいんですけどね。さすがにアンリー倒してからかな。なんか近くにいるぞ。ダメか、見えないか。魚雷が来る可能性があるんで下がります。なんでマイノータ打たないかっていうと、一応マイノータぶち抜けるんですけど、あのマイノータを抜こうとした時に吉野にぶち抜かれるっていうのが一番嫌なので、でマイノータの弾そんなに痛くないので放置してる感じですね。結構食らっちゃうか。炎武が切れたのでまずいですね。
へい。そしたらですね、次は AP に切り替えてマイノータ打てるといいですね。魚雷だけ気をつけなきゃいけないので、注意がいりますが。生き残れるかな、そもそも。回復が間に合うんで生き残れるとは思いますね。よっ。AP 当たればマイノータ吹っ飛ぶんで、監視完備でも弾けないので、強制貫通していくのでね。あとはデルモインとハランドが来てくれたんで、これで反転しましょう。エンドモード買っていきましょう。しのぎましたね。こんな感じでサクッと入るので、いいですね。こんな感じで前の音は怖くなかったんで放置しました。吉野の方が脅威だったからね。この HP 見てくれたら分かると思うんですけど、吉野に一発でもぶち抜かれてたらアウトなんで。ポコンと当店ブースタータクタイミングもちょっと早くてよかったな。ほんとね、縦向けてても強制貫通できるんですよ。マイノーターと、あいつは、クモレンスクは。アンニ君の方向径が240ミリで、240ミリが強制貫通できるの、16ミリは強制貫通できるんですよね。で、マイノーターとウースターは、あ、ウースターじゃない。ウースターはダメです。ウースター無理なんですけど、マイノーターとスモレンスクは、監視完備が16ミリですのでね、駆逐艦と同じような感じ。駆逐艦13でもっと少ないけど、っていうところで、強制貫通できるので。あまり怖くないので、放置しましたと。こうやって外周駆け上がったプッシュもできるっていうのがいいですよね。これはね、もともとアンリーにしかなかったっていう意味ですね。駆逐狙おうか迷いましたけど、駆逐多分当たんないなと思ったので、駆逐狙いませんでした。アンリーちょっとあれなんですよ。弾道がそこまで良くないんですよね。なので、遠距離な敵、頭当たんないんですよね。その、戦艦とか、大きくて遅い系統の船じゃないと。なので、まあ、自信がある方は狙ってみてもらっていいんですけれども、そうじゃない方は、火力を出してあげるって方向に集中した方が、もしかしたら役に立つこともあるのが多いかもしれませんね。いや、43ノットということで、こうやって、プッシュにもついていけるという、もともとのアンリを持ちながら、まあ、デモイン、疑似デモイン、ウースター、ヒンデンの動きもできるっていう形ですね。これが、すごい強い点です。その代わり、常に見つかるんですけどね。見つかりますね。さあ、そして、もうそろそろ演武が切れてしまうので、演武が切れると、かなり機動性が悪くなって、魚雷が怖いんですが、一本はデモインに行ってますね。まあ、こっちに行ってもいいんだけど、言うてデモインしか撃てないと。で、先ほども言ったように、弾道そんなに良くないので、デモイン、わかんないんですよね、攻撃できるか。なので、デモインじゃなくて、島風を追っかけていきます。RPF の位置、ポコポコやってくれてるんで、この位置に干渉を向けていけば、まあ、魚雷をたくさん飛来することは防げるだろうという感じで。クールタイム中は本当に安全に安全にって感じでいきたいと思います。
敵を殲滅してから駆け上がるっていうのがアンリの結構オーソドックスな戦い方になるかなと思いますね。それくらい足の速さはあるので、ちょっとぐらい出遅れてもこうやって間に合うのでね、みんなのプッシュに。で、隠蔽が悪いっていうのがもう本当にあるので、一歩間違うと死んじゃうので、さっき吉野からきつい感じで受けてたじゃないですか。あれね、打ち勝たないと負けるんですよ。逃げ切れないからね。だから打ち勝つしかないんですよ。エンジン、この装填ブーストとか、もうなんかもう使えるだけ使って HE 当てるか AP にするかとかも考えるだけ考えて、なんとか打ち勝つって感じですね。打ち勝たなきゃ負けなんで。さて、避けれるかな。避けましたね。よかったよかった。そしてエンジンブーストも間に合いまして、さらに追っかけていきますと。これで実質エンジンブーストさえ使ってなければ島風より早いんで常に見つかってるんで、もうどうにもなんないですね、探知の方が。わかんないですね、全く。いた。あ、マジ。ということで、アンリでしたと。いかがでしたでしょうか。まあ、もうちょっとうまく使えるかもしれないですが、まあ、ざっくり強さは見せられたかな。今回は、割とずっとヒンデンチック、かつ外周プッシュというような、立ち回りをしていました。また次の動画って、ウースターのような動きとかデモインのような動きをしている試合も、ちょっと動画外であって、録画してなかったんですけど、あったので、まあ、そういう試合もちょっと見せられたらなと思います。このような形で、ね、楽しくゲームをする人を応援して、チャンネル、YouTube チャンネル、動画を投稿しておりますのでね、ためになったよという方は、身近な人に共有していただいたりね、チャンネル登録していただいたりすると、とても嬉しいです。また、普段配信はディスコードじゃない、Twitch の方でやっております、ね。突発的にやる放送は Twitch なので、そちらでもお越しいただければなと思います。リクエストをされた時乗るかもしれませんね。はい。あと、コーチングもっていうのものをやっていて、僕の Discord から、コーチングをやってますのでね、申請できますので、もし興味があれば Discord の方にもお越しください。このような形で、中盤、試合参加してない時間がありましたが、こんなに戦果が出てる感じですね。敷島がすごいですね。はい、いかがだったでしょうか。もし特殊アップグレードがある方は、全ランに試してみてください。特殊アップグレードがないと火力ちょっと落ちちゃって、先ほどのようにね、殴り勝たなきゃ死ぬっていうシーンがあるので、できれば、特殊アップグレードあった方がいいかなって感じです。それではまた次の動画や生放送でお会いいたしましょう。ポジェでした。バイバーイ。